私のお耳も浅いところはだいたい綺麗だな。右の耳よりもっと綺麗かもしれねえな。あんちゃの指先、左耳の穴に入れやすい形してるのかもしれねえな。どうでも同じだ。どっちの耳も先がきれいきれいにするでな。え？もう少し撫でてほしいだか？冗談ごとでなく、本当にわらしっこに帰っちまっただか。あんちゃ、めんこいな。あんちゃに甘えられんのな。さっきもなんだか嬉しいんだわ。だからたーんと甘えてけれな。で仕事だもんな。あんちゃ疲れで当たり前だな。しんどいな。だとも、今日は怖い鬼に捕まっちまったもんだでな。言うこと聞かねば食われちまうだ。だれな。仕事も勉強も。さっきも緩んだな。あんちゃんほっとしたか。
顔してるもん。さっきもか？だが、ニコニコか。したら、なでなではおしまいにして、耳掃除させてもらうな。出たんだな。さっきはな、普通の鬼だったでな。鬼の両親から生まれてよ。だどもこの鬼にはよ、人間と獣の違いもわかんねがらな。山奥の深くに置き去りにされねがったら、その頃にもし人間と出会ってしまってたら、さっきも人食い鬼さなって人間の名のある侍に退治されてたかもしれねえな。初めて人間と会ったのは、右も左もわからん頃でも、腹ペコの時でも願っただ。一目で食って腹ポンポコで